れがナッツが一番素晴らしいのかっていうことなんですが、私が着目しているのは今日お配りしたこの学術論文なんですけれど、オックスフォード大学でこの一昨年前ですかね、出ました、はい、200万年前からこの私たちの先祖が食べていたっていう事実が分かったんですね。どんなに古いと言われているクルミとかでも4000年5000年が生前です。それがなんと200万年も前から存在していたというところがものすごいなと感じました。そして読んでいただけるとお分かりかと思いますが、この時の食生活の 80% がタイガーナッツに依存していたっていうことが分かったそうなんです。ですから私たちがもしこの何ですか、脳みそもですね、発達したっていうのもこの硬いタイガーナッツを噛んでいたからだんだん脳みそが大きくなったっていう、これも全く違う分野からなんですが、脳の大きくなってきた時代とこの200万年前、または250年前、さらに遡ってですね、この頃から急激に人の脳が大きくなってるんですね。まあ、そういうことから、とてもタイガーナッツというのは人類が進化してきたこの工程に貢献しているのではないかというところに個人的ですけれどすごく魅力を感じています。なおかつですね、タイガーナッツは、宗教上のいろいろなこだわりのある方、ハラルですとか後者だとかそういう方たちもう全然問題なく召し上がっていただけます。でもちろんそうですね、文化的な部分からそのビーガンとかそれからパレオとか、それからローフードとかですね、こういう方たちもタイガーナッツは全部受け入れられます。そしてあととても今のこの時代に合ってるであろうというグルテンフリーであるということ、それとラクトースがないですね。乳糖不耐症といいますかね、牛乳のアレルギー、ああいう方もこれ大丈夫ですね。そしてナッツって呼ばれてるんですけれど、ナッツではないのでナッツも大丈夫です。アレルギーもないです。そういう意味で非常に万人に受け入れられる野菜っていうことです。タイガーナッツはすごく重要な野菜なんだそうです。ですから陰陽でいろいろお考えの方がいらしたらすごく重要ですので、安心して召し上がっていただけると思います。で、あとはちょっとこちらに書いてあるようにカロリーや塩分、そして非常にミネラルが多いです。でミネラルっていうのはとても体の中にこう何て言うんでしょう、化学的に入れても絶対にこう吸収されるものではないんです。どうしても野菜から取らなくてはいけないというのがミネラルです。ですからそういう意味でタイガーナッツを召し上がっていただけるとミネラルが十分体に行き渡ると思います。もうデコレーション次第にどうにでもなりますので、皆さんどうぞご自宅でもいろいろ作って楽しんでみてください。